うございます。良かったです、それも。いつものことながら、ちょっと準備しておきます。コンタクトレンズ。ああ、娘。準備してきます。あ、はい。ピクピクしてるじゃないですか。猫がね、車に引かれて。はい。それにコリグリをちょっと塗ると。うん、無理やろ。凝りどころちゃうやろ。そうでしょ。蘇生してる。そんな感じです。例えば、病院とかで、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、ダメや。これで塗ると、いや、ならへん。ベジータのギャリック法と、3倍海洋圏カメハメハが、ガタッてなると知ってます、うん、で、4倍だーってドンってなって、なぜですか。あれ、なんでなったかっていうと、3倍海洋圏でこう、だんだん押されたときに、これよりちょっと塗ったんですよ。そんなとこまで使ってたんですか。えぐ、すいません。これよりぜひいいっすよ、EPR、EPR、 あれ、いてててて、ここに刺さりました。なんかそんな時はコリグリじゃないですか。コリグリ刺さったんですけど、うん、さ、先分に、はい、あ、痛っ、結構痛い、足分に、足痛い、はい、あ、痛い痛い痛い、痛いですよ、これ結構、あ、痛い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 、足元君にはこういう竹踏みをするという機能もついてます。足の裏が弱いんかな、めっちゃ痛い。付け根の刺激です。ああ、ほんまや、痛っ、痛っ、付け根の刺激です。痛い、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 え、なにこれ、痛い、痛い、痛い、そんなのもあんの。そんなのもあります。え、マジで、読み込みます。え、痛い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 、あ、そろそろ餃子が解禁ですよ。お、楽しみですね。それも、僕 YouTube ありますわ、うん、食べてみたら。そうですね、一味餃子。なべさんって飲まないんでしたっけ。いや、飲みますよ、全然飲みます。ビールに合うらしいので、はい、ビールに元に合うかどうかね。横に足がつりそうになりました。もうちょい、もうちょい、はい、1週間めっちゃ早ないですか。1週間早いですよ。昨日来てなかったですか。いや、ぐらい早いですよ。ですよね、本気に早いですね。あれ、昨日やってなかったもんね。この活動になってからめっちゃ早いですよ。めっちゃ早いですね、うん、やばい、足の疲労感がやばい。いや、そんなことないです。いますか。うん、そう感じてるだけ。感じるだけ。はい、実際はそうじゃない。足元くんの呪いじゃないですか。呪いじゃないですよ、何十個ありますか。足元くんの足元殿殿下駄の鼻緒みたいになってて、うん、和風な足元くん、やばい、汗が吹き出る。吹き出てください。悲しみが積もる雪のように汗が出ます。どういうことですか。分からないですけど。くそ。
ら足元君のせいみたいな。マジで足が棒元君ですよ。まあ、あながち間違ってはないし。まあまあ、それ下がってよ、あ、オッケー。我が生涯に一片の悔いはなしっていう言葉が出かけました。今の動きにさらに動きを加えていきたいかな。はい、足開いて今の2回ずついきましょう。2回ずつ、はい。あ、なんか足が、足やばい、足やばいよ。足やばいよ。わあ、多いじゃないですか。グッパー。足のところじゃないな、これ橋のところが乗ってますね、これ。いや、橋も誰やねん、橋も。橋のところが背中に乗ってる。立ちますよ。覚悟なしに使ってはいけないです。足の中は最後全身で9。お、まだ9です。会社フィットネスゲーム。